アゲキといえば知ってますか、何か。ポンコラといえば、ポンコラといえば、まだやった、まだやった。ということで、あー極楽だな、極楽を感じています。なんでしょう、なんか今日このなんて言うんですか、極楽感ありません、私たち。なんかキントーンが迎えに来てくれそうな感じする極楽でおはようございます。おはようございます。極楽で、そう、ここは極楽。今日は皆さんご存知、大河ドラマでおなじみのキリンが来る、うん、見てますか、見てますか、見てますか。キリンが来るといえば明智さんですね、うん、うん、ということで、明智に行こうです。明智といえば、知ってますか、何か。明智といえば。知りませーん。明智といえば、そう、明智鉄道。乗ったことありますか、バクさん。ない。乗ったことあります。乗ったことあるんですか。ある。私はない。一回だけ。なので、うん、その明智鉄道に、ちょっと行ってみようかなと、思います。うん、しかも、うん、噂ですけど、うん、なんか、すっごい素敵な名前の駅があると聞いたんですよ。うん。ああ、極楽だなぁ。うん。ですね。なんか、なんていう名前か忘れたんですけど、なんか、すごい素敵な名前の駅があるらしいんで、ちょっとそこ行ってみようかなと。極楽だぁ。何があるかもわからないです。極楽だぁ。なんか、どういう名前かも全然わかんないんですけど、ああ、極楽だ。なんか、多分、その、天国チックな名前っていうのは聞いたんですよね。ああ、極楽だね。はい。なるほどね。名前はさすがに知らないわ。わかる、あ、極楽感が出てる。そう。天に近づこうかな。聞きましたね。天に近づこうかな、出す。そう。極楽へちょっと行きたいなと。じゃあ、ということで、今日は極楽に行きましょう。行っちゃった。極楽に行きましょうって言っちゃった。そう、極楽駅っていうのがあるらしいので、検証してみたいと思います。ということで、極楽に向かうブレストバクでーす。続いてよろしいです。極楽花ちゃんでーす。というわけで、行きましょう。はい、極楽行こう。はい、極楽行こう。この町なんだ、はい、これ、明智です。これが明智？いいこと思いついた。もう一つ。明智鉄道って聞いたことあると思うんですけど。明智鉄ね。明智鉄。駅の名前で、とんでもない駅の名前知ってます？知らない。極楽駅って知ってます？知らない。極楽駅っていうの、極楽駅っていうのがあって、うん、しかもインスタ映えかなんかでやってちょっと極楽チックに行ってるんですよ。何それ。もう笑っちゃって、それ見て。あれ駅じゃないですか、あれ。あ、待てよ。極楽じゃないですけど駅です。あれかわいい。あれ、だからここの家の人とかあそこの家の人しか使わない駅ですから。ほんとそうじゃん。かわいい。怖いです。なんてビッグサイズなの。どこら辺なんだろうな、極楽さんは。もうちょっと向こう。場所わかる。昨日一応ちょっと通ったんですよ。ホームセンター巡りしてたら、うん、こんなところにって出てきた。ホームセンターって巡るのに。おお、ムチムチ。お腹出とるよ。ムチムチでしたね。めっちゃ言うやん、二人とも。ムチムチで腹出とるだ。じゃあそんなことが言えるよな。終わっちゃうでしょ、終わっちゃうでしょ、もう。これがブレストさ。完成したー。自分を棚に置くタイプでーす。だいぶ上の棚に。あれあれあれ。あれあれ、極楽いない。極楽いない。あれ極楽いけるんです、あれで。何あれ。あれで極楽ですよ。極楽。ほら、極楽。極楽さんすごい。これ右曲がりましょうか。ほら、ほら、極楽駅って書いてある。かわいいんだけど。極楽駅だよーって。ヒントンみたいなやつが載っとるよ。極楽駅。極楽駅って、これ駐車場あるのかな。あ、中にもなんかある。やば、かわいいんだけど。え、めっちゃかわいいんだけど。行きましょうか、極楽駅。ゴーッ。極楽に行く走り方、これが。極楽に行く。極楽。私たちは極楽に行く。極楽に行く。よし、行こう。極楽走りして。これです。極楽。
い。これめっちゃ良くないですか。出た。ハーレーだ。あー、なにこれ。南春夫。え、あ、歌。皆さん極楽音頭があるらしいですよ、世の中には。待合室のボタンを押すと極楽音頭が流れます。ぜひご視聴ください。いらっしゃいませ。これいい絵撮れませんか。もうね、極楽へ向かいます。今日はなんとですね、極楽へやってまいりました。極楽。なんとなんと極楽に今着々と近づいております。極楽。極楽に近づくって面白いね。極楽に歩いて、今歩いて極楽に向かっております。おー、なんか幸せ、はい、あー、歩き方あ、極楽に向かってる。極楽、ちなみに極楽の周りはこんな感じですね。いや、極楽っぽいですね。バイクもありますよ、あそこに。この極楽感ね、いや素晴らしい。この、あ、やばい。あ、これここ映えるんじゃない。キラキラキラ。ほんとや。さあ今、はい、極楽へやってきましたね。やってまいりました、極楽。ここは極楽ということは、ちょっとすると極楽の住人がいるのかもしれません。見てみましょう。見てみましょうか。はい、極楽の住人ってどんな感じ。あ、なんか長い長い足がある。あれ、なんか極楽のまず椅子がすごい。インタビューしていいですか。はい、お願いします。すいません、極楽の住人の方でしょうか。そうだが。あー、出会ってしまった。ようこそ極楽。これ極楽の方はここで何をされてるんですか。いつもここで極楽を楽しんでいるんだ。楽しんでる、極楽を楽しんでいる。君は知らないのか、この雲の上に乗ることができるのは清らかな人間だけなんだ。あ、なるほど、心が清らかじゃないとこれ乗れないと、この雲にね。そういうことなんだ。なるほどなるほど。この雲は乗れるの。この雲、これは僕の使いだ、やめてくれ。そうなんだ、使いなんですねこれね。雲な、雲だけに雲。はぁ、失礼しました。これ私は座れないのかな、じゃあ。心が際立つ負けだ。心が際立つ。さあ、どうですか皆さん、このブレスト大根劇場どうですか。今こんな感じですね。こんな感じのところに来ましたね。心が際立つ。あ、これ素晴らしい。聞いてんのかよ。話し時間かい。これ心が清らかな人しか座れねえんだよ。どうやばい、笑ってまった、しまった。ちょっと笑ってしまった今。やってくれましたね今。はいはい、どうぞ。ちょっとこっち、はい、あ、花ちゃん座れたよ。観音様を見つけました。そう、ほう。しかしですね、この観音様はさすが極楽ですよ。なんか癖が強そうな観音様だな、はい、あ、やー、名前をちょっと見ていただいてですね。名前があるの。さあ皆さん、なんかここ今、極楽の中へついに入ってきてしまいました。名前があるの。いやー、なんかいいですね。なんかいいですよ。なんだ。いや、名前を発見してしもうた。名前を発見してしもうたんだよ。素晴らしい、素晴らしい。顔がなんか、いや素晴らしいですね。いい感じだ。そしてそしてお下に行くと名前があるらしいんですけど。あります。おお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 お押しちゃっていいっすか。押す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 。やば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 なんとか運動みたいなのが流れてる。痛いですもん。あれ、痛いですぞ。まだやった。イントロ長いやつだ。いい歌だな。さすがだわ。いや、いいとこ来ちゃったな。
こんないいとこ来ちゃったな。OK かんの？さすが OK かんの。これネーミングセンスがすごい。今日も幸せだ。幸せだ。いや、いいよ、この家よ、とっても幸せね、バクちゃん。ちゃんと後ろにバイクいますからね。おります。はい、オーライ。いや、なんか何ちゅう面白いの撮れたんじゃ。なんてよかったんじゃ。これはすごいな。まだずっと歌ってはりますわ。まあまあ長い歌ってますわ。